デビット・ジョゼフ・マガダンは、アメリカ合衆国フロリダ州タンパ出身の元プロ野球選手、宇藤左田。2019年シーズンより、MLB のコロラド・ロッキーズの打撃コーチを務める。同じくプロ野球選手、監督のルーピネラはいとこに当たる。1980年の MLB ドラフト12巡目で、ボストン・レッドソックスから指名されたが、この時は入団せずに、 アラバマ大学へ進学した。1983年の MLB ドラフト2巡目でシカゴカブスから指名されプロ入り。1986年9月7日にメジャーデビュー。1990年には打率328、出塁率417を記録した。1995年と1997年も規定打席不足ながら打率3割以上。 1995年は出塁率428で通算出塁率は390に達した。サンディエゴパドレスでプレーの2001年を最後に引退した。引退後は2003年より打撃コーチとなりパドレス、レッドソックス、テキサスレンジャーズ、アリゾナダイヤモンドバックスを渡り歩いた。2019年シーズンからはコロラドロッキーズで同職を務める。 本塁打は1990年の6本が最多と、長打力はなかったが、確実な打撃と選球眼の良さには定評があった。ありがとうございます。